はい、皆さんこんにちは。ということでね、今回はサムネでご覧の通りチーズをミミズコンポストに入れてみようと思います。まあ家の冷蔵庫にね、こんなチーズがあって、どうだろう、わかんないかな。ちょっと近くで見るとね、カビちゃってるんですよ。まあそういうチーズなのかもしれませんけど、まあ今回はね、このチーズをミミズコンポストに入れて経過観察しようと思います。まあこれを入れていきましょう。で、別にね、ミミズコンポストに乳製品を入れてはいけないというルールはありませんけど、まあ基本的にね、油は入れちゃダメですよね。で、チーズはどっちかといったら油物なので、まあ好きか嫌いかで言ったらちょっと私よくわかんないんですけど、まあ、まだ今までミミズコンポストにねチーズを入れたことがないので、今回は入れてみたいと思います。で、言ってもね、こんなに大きいので分解までは多分1ヶ月以上はかかるんじゃないかなと思いますが、まあゆっくりゆっくり追いかけていこうと思います。こんな感じで置いて、またねちょこっとしたら経過観察に来ようと思います。初日はこれで終わりです。ちょっとチーズを初めてなんでね、緊張ですが、うん、まあ、相変わらずこの段ボールのところにはミミズ自体はたくさんですね。ただ問題はこのチーズがどうなってるかですね。パッと見は全く食われてる感じはしません。裏側、うおー、こんな感じ、めっちゃ集まってはいますね。で、ここの部分にもね、ちょっとありえないほどミミズがいるんで、こんな感じです。まあチーズ自体はね、人気ないのかもしれないですけど、こういう風に小ミミズがめちゃくちゃ集まってます。では見ていきましょう。なんか意外と集まってんのかな。こんな感じですね。なんと言ったらいいんでしょう。まあこんな感じです。この茶色く見えるのはダニですね。結構ホロホロしてきて崩れてきてる感じがします。まあ、再度下を見せます。はい、こんな感じです。ここに相当な量の白いミミズがいますけど、これで一つの生き物ぐらいに見えますけどね。まあまあまあ、この子たちがまだまだ分解してくれそうです。1週間ごとに見てもこの速度なんで、1ヶ月半ぐらいかかりそうな気がします。かなりいい色のミミズですね。まあ、パッと見はこんな感じです。最初にドアップいっちゃおうか。こんな感じですね。いつものように細い白いミミズたちが集まっています。まあ中にはシマミミズの赤ちゃんもヒメミミズの赤ちゃんもいるとは思いますが、こんな感じで分解が進んでいってます。で、ちょっとチーズを手に取ってみようと思います。この段ボールがめっちゃくっついてますね。いきます。柔らか、もうなんか手に取るのが罪ぐらい柔らかいですね。こんな感じです。うん、まあ目立ってこう生体のミミズがくっついてるっていう感じはないですね。あとこの辺にダニが結構集まってます。人体には害はありません。うん、なんかもうすごいめちゃくちゃ集まってますね。まあこれはね、チーズの下の部分なのでチーズに集まってるわけではないんですけど、まあチーズが終わったらこの箱もまた堆肥回収しなきゃかな。まあそんな感じで、もうちょいチーズは残りそうなので、経過あと2週間ぐらいかな、見ていこうと思います。このミミズ超長いな。結構集まってる感じね。まあ、表面にはたくさん集まってるけど、チーズ自体にはね、そんなに集まってる感じはないですね、やっぱり。
まあ、ダニがいっぱいおります。いつもの通りですね。もうかなりのクリームチーズ化してます。もうこの下いっぱいいるね。まあこんな感じです。まあゆっくりと追いかけていこうと思います。いい加減チーズなくなってくれって感じですけど、まだまだしぶとく残ってそうです。うん、まあでももうちょいかな。こっちの方がちっちゃいかけらですね。まあ大人も子供も集まりまして、もうこっちのかけらはあと少しですね。うんと匂いはそんなきつくないね、前に比べて。こっち、まあ、こっちもまあまああと少しだわ。この下な、この下すごい数ですわ。まあ逆に言ったら潜しちゃえばね、すぐなくなりそうといえばなくなりそうですね、こんなにいるので。まあでももう少し辛抱しましょう。はい、ということでチーズの観察でもう年を超えてしまいました。まああとほんの少しだね。もうこれでおしまいしてもいいかもしれねえわ。うん、もうあと少し、これだけです。なので終わりにしちゃいますか。まあここまで1ヶ月以上かけてきましたけど、まああのチーズがここまでなればね、合格といったところじゃないでしょうか。やっと分解完了です。まあこのチーズの観察は終わりにしようと思いますけど、これからもね、またいろいろ動画実験していこうと思いますので楽しみにしていてください。あとよかったらコメントで感想も教えてください。ということで最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。